どうもこんばんは、ピンさんです。今日からライフイズストレンジやっていきます。よろしくお願いします。半年ぐらい前かな、 Steam で買って、まあそのままやるタイミングを逃したゲームですね。パソコンのゲームになってますけど、多分ねプレステ4とかでも出てるんじゃないかなと思います。それではやっていきましょう。セーブデータは1かな。うん、じゃあ新しいゲームでスタートします。ライフイズストレンジではあなたの選択次第で過去現在未来が変わります。慎重に選びましょう。慎重にね。おお、嵐だ。女の子かな？何なのこれ？うん。すごい嵐。私なんでここに？っていうかここどこ？あれは町の灯台。中に入れば安全かも。うん。あ、ここから操作できるのか。なるほどですね。ああ、まあまあまあ、ちょっと方向転換は慣れないときついな、俺は。おお、ほほほほ。まあ後でオプションをいじってみよう。いや、結構な嵐ですね。これは、もう町なのかな？海？海か。町が壊れちゃうよね。いや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 、ああ、何今の夢？映画を時間の断片だと考えた。当然ながら写真についても同じことが言えるだ。ここはいつもの教室。大丈夫、落ち着こう。うん。カラー、ヒアロスクールなど技法は様々だ。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰？居眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か？何なの？うん、見る？なるほどね。こんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。ダサく。クラスのみんなにも笑われる。バーナスの作品に捉えられた失意の人々の。ペンケース、いい加減に買い替えた方がいいかな。でもこのレトロな感じが気に入ってるんだよね。自分でね。はいはい、騒がない。自撮り。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がり。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。肖像写真は1800年代初期から広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は？私ですか？私ですか？その要は答えられないということか。誰か他に
答えられる人は？フランスの画家ルイ・ダゲール発明のダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。あ、こいつ悪いやつだな。ダゲレオタイプは人物の顔を細部まで描写することで1800年代以降サボらずにちゃんと毎日描かなきゃな。この技法で初のセルフポートレートを撮ったのがコーネリアスだ。これ以上自撮りするのはやめておこう。まあそうだね。教科書に書いてある。もちろん、ね、こんなダサくジェファソン先生には見せられないよ。うん。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラ、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないか。はーい。マックス、ちょっと憂鬱な女の子だな。ちょっとオプション、ちょっといじってきますね。はい、じゃあゲームを再開しますね。うん。見る。何もかも特別しよう。ビクトリア？授業中にあんな嫌味言うなんて。タブレット。ビクトリアの持ち物は学校の備品より高性能だね。製品名グリッド 64S か。最新モデルらしく期待を裏切らないスピードとパワーを備え、操作性と拡張性を向上しました。 JPEG 形式でも高画質を実現したこのモデルで、新次元の被写界深度シャープさと正確さで思い通りの撮影をお楽しみいただけます。高いな。50万円以上か。うん。刻まれた印？君はコンテスト、お写真。それだけでも十分有意義だ。誰が、アイアイ傘みたいなやつかな。君たちの熱意をくじくつもりはないが、先生は、うん、写真の世界は厳しいという。日記？おお、あ、これで写真が、あ、このイラストの写真を撮っていくのかな。まあ多分だけど。現実も知ってもらいたいと思っているんだよ。うん。チャンスというのは誰にでも公平に訪れる。分かってます。ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。どうしてもですか？でも先生、どうしても出さなきゃダメですか？マックス、自分でも分かってるだろう。君はまだ若いとか、可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、時間を無駄にしちゃいけない。君には才能がある。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱がある。いいかい、勇気を出してそれを世界に発表するんだ。アマチュアからプロの卵へ一歩踏み出してごらん。うん、ジェファソン先生はイケメンだよな。見る。ビクトリアを見るといつも悪口言われてるような気がする。まあそういうこともあるよね。写真、カメラ、カメラ、はいはい。ジェファソン先生のカメラはやっぱり違うな。ビデオカメラだね。2万ドルはするはず。200万。完璧なデジタル写真が撮れるんだろうな。私はインスタントカメラ派だけど。うん。この灯台は街のどこにいても見える。あ、これあれだね、冒頭で出てきたね。この辺の森は写真でもなんだか謎めいて見える。うん、伏線がどっかにありそうだな。授業で使うモニターまで高性能のプラズマ HD テレビ、これでいろんなドキュメンタリーを見られるのか。お、本。生徒が自由に読める参考図書。なかなか手に入らないカルティエ・ブレッソンの決定的瞬間もある。冷房名器がこんなに揃ってる。すごい、超音波モーターレンズだ。ヴィンテージの距離計もある。いいな。今ちょっと間違ってセリフの途中でボタンを押しちゃったんだけど、なるべくそういうのはなくしていきますね。うん、
すごい、カーボンファイバーの三脚だ。雲台にはパンロックもついてる。うん、私本当に写真オタクだな。写真オタクか、なるほど。最初の週にジェファソン先生が撮ってくれたクラス写真、うん、私は写りたくなかったけど、先生が実際に写真を撮る姿を見られてすごく嬉しかったな。なるほどね。8人いますね。まあこんな感じ。プリンター、こんなプリンターで自分の写真をプリントしてみたいな。個展開けるぐらいたくさん。まあもっと上手くなってからの話だけど。あ、パソコン使う？誰か作業中みたい。結構いい感じ。うん。ケイト、話す。ケイト、マックス、お疲れ。元気ないみたいだけど。元気ないみたいだけど。うん、ちょっと悩み事。お茶でもする？そっか。お茶でもしながら愚痴りたい？付き合うよ。そうしたいところだけど、宿題しないといけないから。うん、わかった。また今度ね。バイバイ。バイバイ。じゃあまあ全部しらみつぶしに見てもいいんだけど、そうだな、外に出れるかな。で、私のことどう思ってるの。わかってるだろ、かわいい。いつも通りの風景。ダメか。それだけじゃ授業中にいい写真を。まあアメリカっぽいよね、すごく。いや、アメリカじゃないのかもしれないけど。トイレに行ってちょっと一人になろう。顔でも洗ってシャキッとしなきゃ、もっとバカにされちゃう。うん、まあちょっとぼーっとした女の子ではあるな。自撮り魔なんだから本当は目立ちたいに決まってるじゃん。あ、移動できる。エヴァンはあまり話しかけてこない。でもすごくいい写真を撮るんだ。アリサはいつもスマホいじってるけど、一人でいることが多いみたい。ロッカー開ける。パパとママの大事な写真。ジャック・ケルアックは本当にかっこいい。アンディ、今日もバッチリ決まってるね。ここがマックスのロッカーか。あれはデーナ。相手の男子はジャスティンだったかな。ブルックはウォーレンと仲いいみたい。ウォーレンが好きそうなタイプだし。登場人物覚えられないな。ダニエルはすごくいい人なのに。ローガンのやつ、ぶっ飛ばしてやりたい。お、ローガン。ああ、ぶっ飛ばしてやりたい顔はしてるな。ローガンは弱い者いじめするから大嫌い。それにボルテックスクラブのメンバーだし。ボルテックスクラブ。もう何ヶ月も行方不明なのか。これはなんか意味がありそうだな。尋ね人。最後に目撃された場所、アルカディアベイ。2013年4月22日ね。19歳、165センチ、50キロ。金髪、薄茶色。ふくらはぎにドラゴン、左手首の内側に星のタトゥーがある、レイチェル・アンバーさん、19歳と。砂糖販売機って呼べばいいのに。コインを入れたら砂糖が出てくる。最高だね。まあ皮肉だね。お、なんだこれは。ポスター。銃はお家に置いてきましょう。お、先生。科学のグラント先生はいい先生だよ。マップ。
こんなの暗記してる人いるのかな。でも実際はみんなした方がいいよね。マップはあんまり重要度が高くなさそうだ。バナビッグフットか。自分の学校のチームなんだから応援しなきゃね。うん。スケーターは好きだけど、私の思いはいつも一方通行。あ、この子が好きな男の子ってこと？ザッカリーとジュリエット。ジュリエットとザッカリーが付き合うのも当然、ボルテックスクラブの家中の存在だもん。ボルテックスクラブっていうのはなんかあれなのかな。水泳にはだいぶ力入れてるな。カワウソ、可愛いからいいけど、頑張れオッターズ。学校でいうところのなんかイケてるグループメンバーみたいな。サミュエルってほんと変な人、でもそこがいいんだよね。用務員のおじさんね。お、あともう一人ぐらいか。ヘイデン。ヘイデンだ。ボルテックスクラブのメンバーだけど、そんなに嫌なやつじゃない。うん。まあ男子トイレではないわな。はい、じゃあ入ろう。よかった、誰もいない。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。うん、落書き？こんなことわざわざ書く？なんて書いてある？あー、なんかレイチェル・アムセンはビッチって書いてるね。わざわざ書く必要はないな、確かにな。ポスター、これを見てセックスに励む人なんているのかな。いやー、英語が読めないね。あ、でもこういうところはね、いいね、日本語訳がついてますね。禁欲は心を育てる、あなたには愛が必要ですと。時と常識はあなたの味方です、活用しましょう。落書き、ケイトは神様のために腰を振る。あー、まあこういうのは外国のセンスよな。うん、非常ベル押す？もしかして先月も誰かが鳴らしたな。科学の授業をサボれたからいいけど。うん、いずれ押しそうだな。今はいらないかな。いつか買うのか。じゃあポスター、こないだの予防接種は何も予防しなかったし、もういいよ。そっか。あ、なんて書いてあったかな。こないだの予防接種は何も予防しなかったし、もういいよ。インフルエンザになる前に予防接種を受けましょう、今すぐ。 Today って書いてるもんね。うん、鏡、シンク。シンクを使う？鏡を見る？それとも鏡を使う。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見てからおかしくなった。私どうしちゃったんだろう。ああ、なるほど、これで王様みたいに見えるってことか。一人称にはなれないのかな。ちょっとボタンを今いろいろ押してみてるんだけど、慣れなさそうだな。大丈夫、自信持たなきゃ。私には才能がある。ダメだ。ああ、破っちゃった。扉が閉じたとき、別の窓が開いているとか、なんとか。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。うん、おっとと、写真。あれ、男が入ってきた。
丈夫だ。落ち着け。心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになる。だろ。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて、本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度をとって。お前のろくでもないビジネスのこと。ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ舐めた口聞けよ。殺してやる。何よそれ。ちょっとやめて。やめろ、近づくな。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。うわ、何これ。嘘、ありえない。女子トイレにいたら、女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の喜怒哀楽。この授業をさっき受けた。そうだね。ケイトがまたいじめられてる。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にヤバい。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰だろう。カメラ壊れちゃった。信じられないけど、これってひょっとして誰か。時間を巻き戻せるってこと。なぜそう思う。長押しで、あ、戻せる。どこぐらいまで。あ、そうだね、カメラは。嘘、本当に巻き戻った。モノクロ写真で完璧に捉えた。タイムマシンみたい。わかる人。よし、落ち着いて考えてみよう。自撮りしよう。なぜそう思う。アーバスの作品に捉えられた。さっきは自撮りした後先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない。現実だ。間違いない。君たちの世代より巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。気分が悪くて。すみません、気分が悪くて保健室行きたいです。こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。後で先生のところに来なさい。誰か他に。まずい、居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり。これボタン押したら巻き戻んのかな。あなたのぼんやりした顔とは。これ今はダメだ。正解だ。もう一度巻き戻して正解を答えたら。巻き戻そう。巻き戻し中に、あ、高速でね。はい。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。ダゲレオタイプです。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲールが発明しました。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。感心だぞ、マックス。ダゲレオタイプは別名銀板写真ともいい、被写体の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことは。あ、もう自撮りは撮ったあれで。ちゃんと読んできたのはマックスだけみたいだな。おお。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。
優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しない。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない。勇気を出さないと。そうだね。これはでも自分が実際になったら結構ビビるよね。でもケイトにはマックスすごいね。話しかけていこうよ。顔色悪いけど大丈夫？ケイト、あのさ、今日私と話した？今が初めてだけど、どうかした？ごめん、変なこと聞いて。ストレスのせいかな。辛いよね。うん、元気ないね。ケイトも元気ないね。もう行かなきゃだけど、後でお茶でもする？うん、考えとく。ありがとね。うん、まあ頑張ってね、ケイトね。んで、先生をちょっと無視して。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした？そっか。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。ね、出すつもりなんですが。出すつもりなんですが。じゃあなんだ、絶好のシャッターチャンスを待っているとか。そうです。マックス、時間を無駄にするな。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。ジョン・レノンの言葉だ。肝に銘じておきなさい。はい。ああ、巻き戻さなくてもいいかな、別に。これは。でも動けないな。押すか。ああ、そうか、今、チュートリアル的な。ね、私は自分の才能を世に発表したいだけです。じゃあ話すか。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。ジョン・レノンが言ってました。今準備してます。ジョン・レノンが言ってました。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。マックス、今日は絶好調だな。全く言うことなしだ。今日中に作品を用意すること、君には期待してるよ。なるほど。ってことは、なんだかんだ間違ったとしても正しい正解には行くのかな。早く女子トイレに行かなきゃ。